川端です。よろしくお願いします。今回はですね、渋谷幕張高校の問題です。三角形 ABC がありまして、 AB が8、BC が12、AC が9です。で、その中にひし形 BRQP を作ります。その時のこのひし形の一辺の長さを求めなさいという問題です。二通りで解説していきたいというふうに思います。まずはですね、このひし形ということなので、ひし形の性質って言われたらですね、4辺の長さが全て等しいっていうのがひし形の性質です。で、もちろんこれをね、使って解いていくわけですけども、今、ひし形の辺の長さを求めなさいって言われてるので、それをね、x と置きます。ここね、例えば brx と置きます。で、もちろんこれ rq も x という具合になりますよね。このね、x と置く理由は、もちろん、わからない長さっていうことで、求めたい長さっていうことで x と置くっていうのもそうなんですけども、この x っていう表すことができるところが、ここだけじゃなくてね、この rq とか qp とか bp とかね、すべて x 使って表すことができるので、x と置いたというふうに考えてもらっても構いません。そうするとですね、ar の長さが、これ、8-x になりますね。ここが x なので、8から x して8-x。そうするとですね、今この形、もちろんこれ相似ありますよね。まあ、例えば三角形 ARQ ですね。これと三角形 ABC。これって相似になるわけじゃないですか。今ね、ひし形ってことはここ平行なので、こことここね、同位角が等しい。同位角等しいということでね、二組の角がそれぞれ等しいので相似になります。そうすると三角形 ARQ と ABC が相似であることから、対応する辺の比が等しくなりますね。したがって三角形 ARQ の AR の線 8-x 対 AB の線8イコール三角形 ARQ の RQ の線 x 対BC の線12ということで、比例式を作ることができますね。8-x 対8イコール x 対12ね、三角形の相似から言えると。そうすると外側と内側かけたもの等しいので、12 括弧 8-x イコール 8x。 あとはこれね、解いていけばいいわけですね。 12×8 で 96-12x イコール 8x移行して、-20x イコール -96。したがって、x イコール20分の96で、4で割れます。そうすると、5分の、シニが8、シシ16で、x イコール5分の24。つまり、答えは5分の24。という具合に出すことができます。いいかな。ということでね、x と置くことによって、ここは x で表現できるが、これとこれの相似でいけますよってことですね。まあ、ちなみに、この QPC ね、これを使ってね、相似作って、やってくれても構いません。はい。続いて、別解なんですけれども、今、この三角形 ABC と ARQ、これが相似だってことを言いました。で、ABC の三辺の比が、これ、8対12対9なんですね。ってことは、この相似ある三角形 ARQ だって、これ、8対12対9という具合になりますよね。この三辺。ここのね、三辺の比、相似であるわけだから、ここは8対12対9だったら、8対12対9。で、今、ひし形なので、すべての辺の長さが等しいわけですから、この RQ の長さって、RB の長さと等しいので、ここ比で言う12になりますよね。そうすると、これ AR 対 RB が8対12になるんですね。で、ちなみに8対12っていうのは4で割って2対3ですよね。なので、ここが8対12、2対3になるから、ここが2対3になるわけです。したがって、今 AB の長さが8と分かっているので、AB の長さが8で、この8っていう長さは、この赤の四角5個分になるわけですね。この赤の四角5個分になるわけです。したがって、今求めたい長さっていうのは、このひし形の一辺の長さ、四角の3個分を求めたいわけですね。ということなので、四角の3個分求めたかったら、
5が3になるとき5分の3倍すればいい。つまり 8×5分の3 で出ますね。赤い四角5個分が8。なので赤い四角3個分は5が3になったら5分の3倍。だからもともと8の長さの5分の3倍。ということで、これを計算したら5分の24ということで、同じ答えになるよってですね。ということで、いいかな？この三辺が8対12対9、8対12対9、8対12、8対12、8対12は2対3。2対3ってことは、ここの RB の長さは、ね、AB の長さの5分の3倍。5分の3倍、8×5 分の3で5分の24というやり方でしたということになります。まあね、こっちの方がね、慣れればね、簡単かなというふうに思います。わかったかな？以上で解説終わります。では。